14話にて従属と密輸人の激しい戦闘を見せてくれた無職転生。しかしここに誰もが見逃したものがありました。はいどうもクリアです。お待たせしました。無職転生14話考察編ということで、物語も徐々に展開を見せ始めてるわけですが、今回もとある人物に目をつけていきます。そして俺の無職転生の動画は感想編考察編の2本立てとなっています。考察編は感想編を先に見ることをお勧めします。そして俺原作未読の意見なので、原作勢、アニメ勢ともに楽しめると思います。それではオタクの妄想にお付き合いください。はい、それでは今回焦点を当てていく人物は2人いまして、まず感想編で触れたギースでございます。はい、ということで今回14話で一番忘れない顔をしていたでおなじみギースなんですけども、現状わかることとしましては元国狼の牙のメンバーってことですね。感想編で貯めた意味、まあ、多少のソースだとか若干の深掘りと今後注目したい部分なんかも話していきたいと思います。一応ソースですね。俺のよく使う国狼の牙のシルエット見ていきますと、最後の一人の役職はシーフ、盗賊とかアサシンに当たるやつですね。ゲームとかだと攻撃防御は低くて素早さが高くてスキルがなんか特徴的だったりするんです。あと戦闘においては主戦力ではなくサポート系の立ち回りだったりしますね。まあこれらの項目に彼は一致してますよね。やっぱそんなの誰でもわかると思うんで、気になる点挙げていきたいと思います。まあ謎の部分とかまだありますからね。まず気になるのがルディとなぜ同じ牢屋なのか、全然違う案件で投獄されたんですけどね。そしてもう一つ、後半エリスたちと合流した後姿が見えませんでしたよね。あれも気になりますね。まあ牢屋の件に関しましては、牢屋的な場所があそこしかねえんじゃねえかなと思ったんですよね。景色をくまなく見てもあの感じの牢屋が見当たらないんですよ。だから同じとこにぶち込まれたのかなって思いましたね。そしてソースは特にないんですが、俺の妄想としましては、今後彼はシーフの特徴の一つである情報収集的な面で活躍してくれるのかなって思ったりもしてます。今後彼の行動には一応注目していきたいと思います。さあ前座は終了だギース。ということで今回のメインディッシュと参りましょう。これに関しては完全に俺の妄想希望願望です。ではそれが何なのか、注目するはサウロの処刑シーンでございます。ここからまあまあなキャラクターが映りますよね。声を与えられたのがフィットアリを乗っ取った感 120% のダリウス。発音むずい名前のグラーベルって人ですね。この人がおそらく処刑執行させてた人ですね。この人もね、名前にアスラって入ってるんで、おそらく王族的な人でしょうね。まあ注目するのはそこじゃなくて、その周りにいたセリフがない奴らですよ。クラスの端っこにいそうなオタクみたいな奴らと文化祭絶対張り切るタイプの陽キャ集団の中に一人。これを見た瞬間、俺は目を疑ったよ。そんなわけないだろってな。こないだ動画で触れたばかりで、そんな都合よく彼女が出てきてくれるわけがねえってな。パウロも創作で特に触れていなかったじゃないか。しかし思ってしまう。こいつ。シルフィなんじゃないかってな。はい、では比較といきましょう。はい、俺の変わらない推しでおなじみことシルフィなんですけども、こちらがシルフィ、そしてもう片方がシルフィ候補でございます。まず以前同様耳ですよね。上向きかつ長く尖りのあるエルフ耳、ここに関しては完全一致でございます。そして次に髪型、これまた髪型完全一致でございます。髪の毛の分け目からアホ毛までが一緒でございます。ここで目が見えれば完璧なんですが、見えないんですよねこれ。そしてソース的なものはもう一つあります。エンディングのこのシーンですね。いやこれ完全にもうシルフィーだよね。ルディと共に遊んだ麦畑にこの髪型、そして数枚画像を見ていただきたいんですね。まずこの振り返るシーン、そして明るさ変えて目元に注目していただきたいんですけど、さっきかけてたサングラスみたいにここ見えません？まあ、逆光なんでただ暗いだけかもしれませんけども。そしてもう一枚の画像がこちら。はい、振り返り切ったシーンでございますけども、ここに関しては完全逆光で顔は何も見えません。しかし顔は見えなくても違うものが見えてまいりました。それがこちらローブでございますね。先ほど初見シーンにいた人物の服見ていただくと分かるんですけど、同じようなローブ着てるんですね。あのシーンよりもエンディングの方がシルフィー率高いですよね。そしてシルフィー率が高い方にいたその人物の服装、容姿が完全に処刑シーンにいた人物とそっくりですよね。よってこいつはシルフィーなんじゃないでしょうか。はい、ということでシルフィーかもしれない話にギースを添えてでしたけれども、ギースに関しては情報量がまだ少ないんで、今後なんか深くかかってくれたらいろいろ考察できるんじゃないかなって思います。そんで最後のやつはシルフィーでやってくれ。そしたらアニメで久しぶりにシルフィー見れるやん。もうショーパン姿見たいね。またまあ、シルフィーじゃない可能性もね全然あるんですよね。それが見ての通り白髪、シルフィーといえば緑色の髪の毛なんですけども、この人物は白色、なぜなのか。まあ、シルフィーと仮定して話していくんですけども、これに関しては魔力災害後飛ばされたシルフィーは周りに助けや知ってる人がおらず、ストレスにより髪色が変色したんじゃないかなって思ってます。無理にでもシルフィーにしたい。はい、そしてみんなの感想か何かあればコメント欄に書いてみてください。おなじみ俺原作未読勢なので、コメントにネタバレを書く際には会議を増やして続きを読む以下に表示されるようにお願いします。それでは皆さん、また語り合いましょう。バイバイ。
し崩さないいつでも